日本時間10月27日、ドジャースはヤンキースとのワールドシリーズ第2戦に4対2で勝利。シリーズの対戦成績を2勝0敗とし、4年ぶりのワールドシリーズ制覇に向けて優位に立った。しかし、この試合では大谷翔平が二塁への盗塁を試みた際に左肩を負傷。試合後、デーブ・ロバーツ監督は大谷の左肩について、アダッキューだろうとの見通しを示した。 米公式サイト MLB.com でドジャースを担当するフ安ン・トリビオ記者によると、明日精密検査が行われ、症状の程度、試合出場の可否など、詳細な状態が判明する見込みのようだ。熱戦が続くポストシーズンの日程、結果一覧ロバーツ監督は我々は勇気づけられていると語っており、初期段階の簡単な検査では、大谷の左肩はそれほど重症ではなかったと見られる。 トリビオ記者によると、大谷はワールドシリーズ第2戦の試合終了とほぼ同時にドジャースタジアムを後にして帰宅。検査をするまで推測はできないが、我々は勇気づけられていると最悪の事態を回避できる見込みであることを示唆した。大谷はここまでワールドシリーズ2試合で8打数1安打、打率ドット125、オプス472という成績。 ポストシーズン全体では13試合で打率点260、3本塁打、10打点、オプス、863を記録しているが、投塁は2度試みて2度とも失敗している。舞台をヤンキースタジアムに移すワールドシリーズ第3戦以降も出場できるのか、精密検査の結果が非常に気になるところだ。